フライトレベルは航空で用いられる飛行高度の一つであるフロリダ290などとフロリダに続けて100フィート単位の数値で表される。気圧高度計の規制に国際標準大気の気圧を使用するクンセッティングで得られる値であって高高度を飛行する航空機とその完成で共通して使用されるが平均海面上の魔高度を表すわけではない。 フライトレベルの具体的な適用範囲と適用ルールは各国で異なる取り決めがある。従来より航空機の高度測定装置には高度の上昇とともに気圧が低下することを応用し気圧を高度に換算する気圧高度計が使用されてきた。しかしながら気圧は場所や時間を含む大気の環境変化に影響を受けやすいため何らかの方法で気圧高度計を事前に調整しなければ 離れた地点から出発した複数の航空機が、それぞれの気圧高度計は異なる高さを示しているにもかかわらず、実際には同じ高さを飛行する可能性が生じてしまう。そこで国際民間航空機関が定める国際標準待機に各機が搭載する気圧高度計の基準をあらかじめ合わせることで、この問題の解決が図られている。標準待機を基準として、 気圧高度計を規制することをクンセッティングと言い,い、このセッティングで得られる高度がフライトレベルとなる。フライトレベルは海面からの高さを表すマコ高度とは異なる。例えばフロリダ320は必ずしも海抜32000フィートであるとは限らない。しかしながら共通の待機モデルに基づくフライトレベルを利用して航空機関に 十分な垂直間隔を定義することで空中での衝突が起こらない仕組みとなっている。フライトレベルと地形訓セッティングによって得られるフライトレベルは巡航中の航空機が滝との間隔を保つには十分な精度であるが絶対高度を表しているわけではない。したがって離着陸地に近い場合などの低い空域では航空機同士または航空機の地表への衝突を避けるために マコードを示す、要高度計を QNH セッティングとする必要がある。この時使用する高度計規制値は航空交通管制や現地のミターから入手する。国によっては低高度で飛行場標高、または着陸地点で高度計がゼロになるように合わせる工夫セッティングを採用しているところもある。航空機が上昇時に高度計を QNH セッティングから クンセッティングに切り替えるコードを転移コードと言い、加工時にクンセッティングから QNH セッティングに切り替えるフライトレベルを転移レベルという。TA とトルコリラは各国で異なり TA とトルコリラの間の空域を意味する転移層についても最低限維持すべき幅が国ごとに定められている。日本では平均海面から一万四千フィート未満で QNH を使用し、それ以外の場合 欧州では TA が国ごとに異なり3000フィートと低く設定されていたり、同一国内でも地域によって TA が変わったりする場合がある。さらに複数の国で加工時のトルコリラを可変としており、その時の QNH によって各 ATC が航空機に支持することとしている。欧州では域内の TA を統一するための検討が続けられている。可表に 国別の転移行および転移レベルの例を示す。航空機の垂直間隔は飛行方式が有視界飛行方式かけ駅、飛行方式によってまた飛行方向別に各国ごとに定められている。日本では飛行方向を東西に分けて原則として以下のフライトレベルでアイハー機は飛行することとなっている。このように時方位を2分して フライトレベルを航空機に指示する方式を英語ではセミサーキアラールールなどと呼んでいる。国によっては東西よりも南北の交通量が多いため、それに合わせて2分する方位を変えている場合もある。また、英国など一部の国では自方位を4分割してフライトレベルを割り当てている場合もある。例えば、英国では3000フィート以上フロリダ195。 未満を飛行するアイファーキはこの方式を取るものと定められている。この4分円による方式を英語ではクワドレントルルールなどという従来フロリダ290以上の高度においては2000フィートの垂直間隔が取られていたが空の交通容量拡大の要求に応えるためフロリダ290以上フロリダ410以下でこの間隔を1000フィートとする短縮垂直間隔の 導入が各国、地域で広がっている、航空機に搭載されている、計測機や高度維持、管理に関する機器の性能向上が背景にある。RVSM は英国では2001年に、続いて欧州で2002年1月20日に導入され、以後アメリカ、メキシコ、カナダ、日本、アフリカ、中国と導入地域が拡大している。許可を受け、必要な契機装置を搭載している。 航空機には、以下の RVSM による垂直間隔が適用される。必要な契機、装置を搭載していない。航空機、または、故障や、不慮の事態等で、なお、フロリダ410を超える高度では、進行方向ごとに4000フィートの間隔が取られる。RVSM を行うには、航空機が必要な性能及び装置を有している。ことのほか、乗員、整備員、 運行管理者が高校に必要な知識及び能力を有していること、実証量が適切に定められていること、高校の安全を確保するために必要な措置が講じられていることなどについて運行者が国土交通大臣の許可を受けなければならない。航空法上、このような特別な許可が必要な高校は、特別な方式による高校と呼ばれる。特別な方式による高校は、 RVSM のほか、ILS カテゴリー2以上の航行、広域航法による飛行がある。中国、北朝鮮、モンゴル、ロシア及び CIS 各国では航空管制において高度としてメートル法を採用しており、中国、北朝鮮、モンゴルではフライトレベルもメートル単位で表される。これらの空域に入域する航空機は入域直前に若干の上昇。 加工を行い、メートルでの飛行高度に調整する。中国、北朝鮮では8,900メートル以上12,500メートル以下の空域で RVSM を採用している。北朝鮮はさらに東域フロリダ300メートルも設定している。ロシア CIS では2011年11月17日より、軍適用区域ではフィートによるフライトレベルが採用され、同時に、 RVSM もフロリダ290フロリダ410において導入された。しかしながら、クフ、QNH 適用区域では、現在もメートルが使用されている。以下は、フィート採用前のメートル法による、フライトレベル。モンゴルは、ロシア CIS 式のメートルによる、フライトレベルを使っていたが、ロシア CIS がフィートを採用したことに伴い、中国と同じ方式のメートルによる、 フライトレベルを採用することになった。ありがとうございます。